1月の兄弟よ、ご覧の通り雪は降り積もり、川は凍り、準備は整いました。ありがとう12月の兄弟。森の生き物たちはどうだね。眠る時の来たものは眠り、眠っていないものは飛んだり跳ねたりぐらついたりしております。今日は大晦日、いよいよ新年の準備だ。だがまだ人間が森の中をうろついているようだ。風を吹かせて吹雪を起こせば帰る時だと悟るだろう。さあ始めるとしよう。風を吹け北の空から、風を吹け寒さを、吹雪のせいで木がそう見えたんだ。君のおかげで立派なモミの木も